これはトンネル探知用の水位探知棒で、水位の増減によって地下の異常を探知するために作られました。非武装地帯で初めてトンネルが発見されたのは74年11月15日。誰もが北朝鮮が潜入用のトンネルを掘っているとは予想しなかった。実際発見されたトンネルは大きな衝撃だった。第一トンネルは軍事分解線を1キロメートル超えたコランポという場所にある。当時そこを警備していた兵士が発見したのだ。ここは林で、こっちは地雷原でした。両側が林だったんですよ。それでタバコを捨ていたんですが、吸い殻を捨てたんです。そうしたら林から水蒸気が立っていたんです。煙幕弾でも破裂したんじゃないかと、そんな風にも思いました。それがシャベルで掘ってみると深いので、銃で撃ってみたら何かおかしい。もっと掘っていくとコンクリートも見えてきて、あ、これはトンネルじゃないかと。というのも穴がぽっこりと開いていて。第一トンネルは普通の体格の人が何とか中腰で這って進めるほどの狭さだった。壁のあちこちに北の兵士が書いたと思われる落書きがあり、床には工事で使ったレールがそのまま残っていた。レールはもともとあったんです。途中でトロッコが来たら退避することができるような、こんな空間が向こうに、間に、私が橋まで行ってみましたら、一番端、いやいや、こちら側の。それで岩にぶつかったら葉っぱで細かく砕きながら掘っていたようです。75年3月、またトンネルが発見された。北は韓国のでっち上げと反論した。ところが亡命者のキム・ブソン氏が決定的な証言をした。トンネルからも見過ごせない証拠が見つかった。岩に開いた穴には爆薬の跡が残っているが、北朝鮮側から作業をしていたのだ。非武装地帯で相次いで2本のトンネルが見つかると、その一帯で大規模なトンネル捜索が始まった。至る所でボーリング作業が行われた。79年10月、3本目のトンネルが見つかった。第3トンネルを発見したのはこのボーリング作業場。非武装地帯のあちこちで行われたボーリングの一つが正確に第3トンネルを突き止めたのだ。第3トンネルはその立地ゆえに大きな衝撃を与えた。このトンネルは板門店の南方4キロメートル、そしてソウルまでわずか44キロメートルの地点にあったのだ。10年後、第4トンネルが発見された。誰もがトンネルを忘れていた頃、今度は東部戦線の非武装地帯で発見された。なんと第4トンネルは地下145メートルもの深さにあった。ここにあるレールは北朝鮮のものです。北がトンネルを掘るとき、このレールを敷いたんですが、軍事分解線から 1.5 キロメートルも南にある第4トンネルは長さ2000メートル以上もあった。
1989年8月、我々は地下でモーター音を観測しました。それでボーリング探索をしたんですが、89年12月、249番目のボーリングがこのトンネルを発見したんです。ここには北朝鮮が掘ったという決定的な証拠があった。地下に潜ってみると、岩の間から地下水が絶え間なく染み出ていた。この水はすべて北朝鮮側へ流れている。水の流れる方向が誰がトンネルを掘ったのかを明らかに指し示していた。北はようやく自分たちが第四トンネルを掘ったと認めた。しかし北は今でも他のトンネルは無関係だと主張している。非武装地帯に一体何本のトンネルがあるのか、その実態は不明だ。これまで発見されたトンネルは4本、西部戦線から中東部戦線まで全域を覆っている。初めて公開される非武装地帯の前線監視所。この狭い監視所にいる兵士にとって北の光景は見慣れたものだ。この任務には最新の撮影設備も導入される。この映像は北の前線を把握する基本資料となる。その先に見える北の警戒も厳しい。北側の非武装地帯には3、400メートル間隔で監視所が立ち並んでいる。同じ民族である南北の兵士がわずか数百メートルの距離を置いて互いを監視しているのだ。ここと向かい合う北の監視所は4カ所で、一番近いものは正面12日の方向にある北の第二軍で、距離は780メートルです。ところで北の非武装地帯には村がある。それは対外宣伝用の村として知られる基準堂。5月中旬、基準堂の住民は畑仕事をしていた。牛が出てくる田植えの風景はどこか懐かしい。非武装地帯の真ん中にポツンと立つ監視所は200坪ほどの狭い空間。約30人の若者が集団生活するにはあまりに狭い。しかも一旦ここに来れば3ヶ月間外出できない。主な任務は保障と捜索活動。これまで保障はせいぜい2時間ほどでしたけど、ここでは3時間4時間が普通ですから、ずっと立ちっぱなしだとやっぱり保障の時間が長いのは辛いです。大学生のまま兵役について3ヶ月、この監視所に来てまだ10日という彼は軍隊の生活に馴染めないでいた。体育をもっとしたかったです。いえ、ここは狭くてサッカーすることができないから、体育もしたいし、3ヶ月もいると外と連絡できないから、電話もしたいです。ところで兵士たちが集まって門の外をじっと見つめている。しばらくして姿を現したのは非武装地帯の外からやってきた補給用トラックだった。
監視所には1週間に2回食料などが配達される。いろいろなおかずや間食がたくさんある。腹を減らす心配はなさそうだ。しかし彼らが本当に待っているものは別にあるようだ。兵士たちにとって最も嬉しいのは手紙。単調な生活の中で一通の手紙は何よりの励みだ。ヨンシクはこの日手紙を3通も受け取った。ガールフレンドの手紙に上官は大騒ぎだ。上官が手紙を読めとうるさく迫る。우리시기너무보고싶어서죽을것같아대상은ガールフレンドの手紙はヨンシクの大きな励みになったようだ。彼女の激励が続けば彼もここの暮らしに馴染んでいけるだろう。ハイライトね。極度の忍耐が要求される生活だが、幸いにも今にも爆発しそうな緊張感があるわけではない。西部戦線のこの平和は反問点という存在と無関係ではない。反問点は南北を結ぶ唯一の通路だ。1970年代半ばまで南北の兵士は自由に行き来できた。しかし1976年のポプラ事件以後、反問点にも軍事分解線が引かれた。外国人観光客が反問点を訪れた。彼らにはここが南北が対峙する分断の現場として映っているはずだ。しかし南北はこの会談場でこの50年間幾度も対立し、時に和解することで緊張と平和を築いてきた。60年代、ここ反問点で開かれた軍事停戦委員会は不毛の神経戦、消耗戦を展開した。停戦会談の規定には休憩というものがない。だからトイレに行けない。それで停戦会談がある日は朝から何も口にできないし、水も飲めない。それに会談が4時間で済めばよいけど、5、6時間と続けばトイレが近くなる。そうでしょ。でも席を外せない。行かないのが通例だと。向こうもこちらも行かない。だからその日は11時間も会議を続けたから、もう限界でしたね。その頃は挑発と衝突事件が多発した。そのため相手を非難するために何度も会議が開かれた。北朝鮮と韓国は互いに相手の方がより多く挑発したと主張した。韓国が攻撃をしてきたのであって、我々は攻撃していないと、こういうわけです。そう言いながら北が証拠を出します。一つ一つの証拠を出しますが、ある時別の事件の証拠資料が出てきました。それを調べると、銃の番号が前の事件と同じだったのです。武装したゲリラを我々が射殺しましてね。そしてそのゲリラが持っていた武器、北の武器です。小銃とか手榴弾とか、それらを机に並べて、いついつこういう事件があって、ゲリラの名前は何々だ、
というのですが、何も知らない、お前たちが仕組んだのだろうと、いつもこう答えるわけですよ。90年代も反問店では強硬な発言が飛び交った。여기서서울이멀지않습니다전쟁이일어나면은굴바다가되고말아요아니지금정선생도아마살아나기어려울게요아니가만그걸말이라고합니까그렇기때문에아니이에대해서그럼우리가가만히있을것같아요글쎄어이렇게여기에대해서아니지금이해자세심사숙고를해야된다しかし反問店に存在したのは緊張だけではない。1972年の南北赤十字会談では初めて離散家族の問題が議論された。当時の成果は乏しかったが、その後の離散家族再会のきっかけとなった。わずかではあったが、南北の不信が解消されたこともある。北の代表が本当に韓国に来ました。来てみたら、いや、自動車を全部、韓国中の自動車を全部集めたのか、ご苦労なことだと、こんな質問が出るほどびっくりしていました。それで、いや、自動車を集めるのは楽でしたが、建物を運んでくるのは大変でしたと、そんな冗談を返したんです。1993年には北の元軍人で40年ほどにわたって服役していた政治犯のイ・インモ氏が反問店を通って家族のもとへ帰っていった。また1998年には現代グループ名誉会長チョン・ジュヨン氏が牛の群れを連れて北朝鮮を訪問。その光景は反問店の新たな象徴となった。反問店を通って北朝鮮に入った1000頭の牛は、今もどこかで南北和解という土地を耕しているのだろうか。休戦後最も平穏だった昨年末、東部戦線に向かう道に積もる雪は白い花のようだった。東部戦線は削られたような山裾と、その上を縦断する鉄柵のために荒涼としている。重い背のうを背に山道を登る兵士が見えた。彼らが到着したのは南方の限界線にある監視所。先生、우리의오정농구축하하고날씨추운데어때있을만해예그렇습니다이제중대장이랑하나하나차마차마배울텐데하나하나잘배우도록하고기본적인거이등병으로서신병교육때잘보냈나예그렇습니다기운빼고기운빼고고마했어신병교육때에서뭐배웠어여러가지배웠습니다뭐집중제시라든지또방화생방훈련도했고사격도했고행동제했습니다그래다잘했어예그렇습니다아픈데는없습니다우리최고경치좋고가장중요한전망대오니까기분이어때아름답습니다그래또자부심을느낍니다잘생활하고뿌듯하게생각하고나는대한민국최전방에서우리부모님과내인과新兵の彼らは約6週間の厳しい訓練を終え、各地の部隊へ配属されたばかり。それゆえ前線の緊張をまだ知らない。一方、監視所の前に兵士たちが集合していた。午後の巡回の時間だ。徹底した確認の手続きを終えてから兵士に武器が渡される。新兵たちが気を緩めることのないよう上官の訓示が続く。より緊張感を保つ上で欠かせないものの一つだ。軍歌の斉唱も緊張を保つための一つの方法だ。韓国では20歳以上の男性ならば2年ほどの兵役が義務付けられている。
就職の時でも兵役に就いたことが必須条件となる企業が多く、多くの人が学生のうちに入隊するという。思う存分自由を満喫できる大切な時期に兵役に就かなければならないのは社会的にも大きなマイナスといえる。しかし南北に分断された状況下では、まだ若い彼らが自分の義務として受け止めるのは当たり前なことなのかもしれない。東部戦線の様子は他の前線とはまるで違う。だがやはり警備する兵士たちの姿は同じだ。南北の監視所は山の頂上でお互い睨み合い対峙している。平野地帯ではこれほどの緊張は見られない。谷間でも双方の宣伝放送が響き渡る。攻撃的な内容でなくても宣伝放送は緊張を嫌顔にも高める。38度線はいまだ雪解けを知らない冬にあるのだろうか。韓国側の兵士が対面放送を始めた。民の친구들이광우친구도이곳전방대위에올라와서인민군친구들과매일같이많은이야기를나누고또좋은소식들과재밌는소식들을전해주고있는데하루빨리통일이돼서우리가손을잡고이아름다운금수강산을둘러볼수있을때인민군친구들그때는이광우친구도다시한번생각해주기를바래인민군친구들우리그럼이쯤에서친구들이좋아할만한자유대한의음악한곡더듣고계속이야기하도록하자音楽が鳴っている間も兵士は望遠鏡から目を離さない。歌詞が同じ民族の兵士が対峙する現実をより悲しくしていく。だが意外なことが起こった。北朝鮮の兵士が現れて何かを伝えようとするかのように空中に大きく文字を書き始めたのだ。私がマイクで質問すると、北の兵士が手で文字を書く真似をします。それをこちらが読み取る形で対話するのです。向こうが質問したいときはやはり文字を書く真似をします。それを読み取って伝えると、対面する兵士がその質問に対して答えるというわけです。非武装地帯に存在するのは、監視の目と不信の壁だけかと思われた。しかしそうではなかった。南北分断の地にも対話の方法があったのだ。警備に向かう兵士のそばで休憩時間を利用して何人かの兵士がバスケットボールに興じていた。東部の非武装地帯には最初の印象とは違うもう一つの表情があるようだ。同じ頃、北朝鮮の兵士もバスケットボールに熱中していた。非武装地帯に現れたのんびりとした北の兵士、一瞬朝鮮半島に平和なひとときが流れているように思われる。国際的な要因が作用する全面戦争、すなわちかつての朝鮮戦争のような全面戦争ですが、相対的に発生する危険性は低くなったのではと言えるでしょう。世界の紛争地域をランク付けした資料では、世界には100余りの紛争地域があり、韓国もその一つとしている。これまで韓国は軍事衝突の危険を逃れた C ランクの対立地域となっているが、先の銃撃戦で危険度は B ランクへと上がった。
政策を決定する者の意思という面から見れば、軍事的な緊張は低くなったと言えるでしょう。しかし戦争を遂行する兵力という面では、南北合わせて180万人近くが睨み合っているというのが厳然とした事実です。南北の警備艇の銃撃戦は、いまだ朝鮮半島が一触即発の緊張下ということを改めて知らしめるきっかけとなった。この地に平和が訪れるまではまだ長い時間を要するかもしれない。しかし我々は非武装地帯で、緊張という一言ではくくれない知られざる表情を知ることができた。緊張と平和、その極端な表情の間にさらにもう一つ表情を加えるならば、希望。それだけはどんなに長い時間をかけても忘れてはならないのではないだろうか。南方限界線の手前にある監視所。タクシーから礼服をきれいに着こなした60代の老人が降りてきた。車の中にも連れがいた。彼らはソウルから車で2時間ほどもあるチュンチョンナムドは、チョナン市からはるばるやってきた。軍の護衛を受けながら、彼らが向かった先は南方限界線の向こう、非武装地帯。そこには先祖代々の墓があった。墓は非武装地帯の中に埋設された地雷原のど真ん中にある。50年ぶりの墓参り、簡単に実現したわけではない。이거는신청내역이고요게내가사단장님한테로이게서신보내가지고지라이노조교를強く望む手紙も書き送った。軍は墓参りをしたいという老人たちの強い希望を聞き入れた。しかしこの辺りには今も行くことのできない墓が数多くある。昔から祖先を祀ることを重視する韓国では、毎年5代前の祖先までなんと年に10回も命日を祀るという、祖先や年長者を敬う気持ちが慣習として現れているのだ。だがここ非武装地帯には約100万発とも200万発とも言われる地雷が埋められており、世界有数の地雷原なのだ。現在でも数十名が対人地雷の犠牲となっており、除去するには総額100兆ウォン以上が必要と言われる。南北合わせて約180万人の兵力が対峙する一触即発の38度線と非武装地帯。しかし彼らにとって先祖代々の土地であり、自身のルーツでもある。いつかは帰らねばならない故郷なのだ。この章では朝鮮半島の雄大な歴史と未来への展望について迫りたい。
非武装地帯に沿って流れる川イムジン川。かつて朝鮮戦争の時は南北が熾烈な戦いを繰り広げたという。その流域に今でもその跡がうかがえるオデ山城。이돌을이렇게자연돌을이렇게다시석은하지않았지만얼마나공을들였어요물론따내겠지따내가지고이런돌들을쭉거의규격에맞지않습니까그게이게오두산둘레로쭉있었다는거죠있다고봐야죠그동안조사해서남아있는부분들이고요全長およそ650メートルとされる城壁。たとえ現状はとどめてなくとも、はるか古代、この地に君臨した治世者の栄光を語りかけてくれる。上に行くほど幅が狭くなる堅固な城壁。本来その高さは4メートルを超えるという。7世紀後半まで朝鮮半島では百済、新羅、高句麗の3つの王国が覇権を争っていたが、このオデ山城の主は誰なのだろうか。例えばここにこんな風に格子状の模様や細かい正方形の模様が、これらは高麗王朝よりも前に遡ります。高麗より前の華麗な城壁であり、特にこの赤系統のレンガ、これらは古い城壁なのです。城壁の周りからは10世紀前半に起こった高麗王朝よりも前に遡る瓦の破片が発見されているが、中でも赤い瓦の破片が多く見られる。高句麗の瓦のほとんどが赤みを帯びているので、これらは高句麗のものではないかと考慮する必要があります。一般的にこうした黄褐色や赤褐色の瓦は技術的な水準が低い地域で作られたと思われます。ところが高句麗の瓦は強度に優れています。このように金属音が聞こえてくるほどの強度があります。こうした赤みは魔除けの象徴として、あるいは権威を示すため意図的につけたようです。高句麗の瓦には赤色に加えて裏面にも特徴がある。瓦を乾かすとき木枠の木に隙間を開けたので、裏面の模様にその跡がうかがえる。すなわち瓦を乾かした時の木枠が違うのである。イムジン岩の南を百済が支配していたならば、こちらには高句麗の城があるのではということになりますが、いろいろ分析するとかつてここが戦場だった、ここで3つの王国が戦ったのではと思われます。領土拡張のため、恨みを晴らすための戦いも。歴史学者はこの城壁を高海土大王の碑文にある角見城ではないかと推測している。この城は4世紀末に高句麗で君臨した高海土大王が百済を攻めて占拠した城だという。雄大なイムジン岩とハン岩、この2つの川はオデ山城の前で合流し、黄海へと流れている。記録にある角見城とは一体どこなのか。今までの調査の結果、このオデ山城が百済の角見城である可能性が最も高いと。かつてのさまざまな遺物も出てきているし、また位置的に見てもハン岩とイムジン岩が合流する地点でもあり、過去の記録などを検討した結果、ここにほぼ間違いないという結論に達しました。
ところで、イムジン岩に沿って立っていた城はオデサン城だけではない。オデサン城の右手にはホロゴルという城がある。ホロゴルはほとんど崩壊しており、原型をとどめていない。しかしその規模は我々の想像をはるかに超えていたという。ここをもっと登れば10メートルはあるでしょう。あの上まで登っていけばもっとあるはずです。下から見れば実際よりも高く見えるんではないですか。だから、あ、これでは登れないと敵の戦意を削ぐような。下が広く、上に行くにつれて狭くなる構造から見て、オデサン城と同じくクダラが築いた城と思われる。しかしこれほど大規模な城を築くにはとてつもない労力が必要だったろう。なぜこのような堅固な城を築いたのか。北方と南方との交易、あるいは軍事的な衝突、兵力の移動、それらの7、8割がここで行われました。ホロゴルの前を流れるイムジン岩の下流は歩いても渡れる浅瀬だった。ここを越えればソウルまであとわずかだ。ソウルへと流れるハンガン流域を支配しようとする者にとって、ここは何としても抑えておきたい場所だった。この辺りはスルタンとも言いますが、これは浅瀬というような意味です。動物でも簡単に渡れる場所です。実際かつての共産軍はここを越えてきました。冬になって川が凍ればもはや障害でも何でもありません。大規模な奇襲ができるので、古代は数多くの軍勢が行き来した場所なんです。イムジン岩は覇権の行方を左右する川だった。そのため時の3つの王国がここで熾烈な戦いを行ったのだ。さて、この流域にはまだ城跡がある。チルチュン村だ。チルチュン村はこの一帯の司令部として機能し、歴史書にも数多く登場する。12世紀の三国志記では新羅がここで唐の竜神旗を破ったと記している。新羅は7世紀後半に朝鮮半島を統一するが、以後もこの城は重要な役割を果たす。三国志記にはこの城を拠点に新羅が北方の勢力と戦い勝利したと記している。現在は南北の分断を象徴する川だが、古代からイムジン岩は統一を夢見るものならば必ず支配すべき川だった。そのためイムジン岩沿いにはオデサン城、チルチュン村、ホロゴルをはじめ古代の城がずらりと50以上並んでいる。イムジン岩は川幅も狭く、ハンガンよりも小規模ですが、南北が対決してきた国境の川でした。古代はここが国境だったんです。北方の勢力がイムジン岩を占領すれば、ハンガン一帯を占領したと同じ意味を帯び、南方の勢力がイムジン岩を越えれば、そのままピョンヤンまで行きます。ピョンヤンまで。分断の現実は38度線が秘めた歴史を忘却の彼方に追いやってしまった。しかし歴史のとうとうたる流れは忘却の川を越え、私たちに今一度その姿を見せた。カンウォンド・チョルウォンの非武装地帯、ここには1000年以上もの間隠されてきた雄大な歴史がある。かつてここは900年頃に起こった台風国の都だった。しかしこの50年間誰もその跡を見ることはできなかった。台風国を起こした赤岩の指導者キュウェイの都と城があった場所には、今では軍事分解線があるだけだ。1時間にわたって困難な探査作業が続けられた。そしてついにかすかにその姿を現した城。非武装地帯の中に城はそのまま残っていたのだ。
かつての面影は伺うすべもないが、それは明らかに城壁の跡だった。この一帯のほとんどが旧永の都と城です。規模が大きく勇壮な都と城です。この地方にあちこち見られる玄武岩を混ぜて積み上げた城壁もありますが、ほとんどは土を固めて作った城壁です。非常に規模が大きいのですが、土を固めて作ったものですから、太平洋戦争後に開墾を進めたため原型をとどめていない部分も多いですが、全体の輪郭は残っています。ここチョルウォン平野に旧永の都と城、風泉源があったという事実は歴史の記録にもはっきり残っている。記録によれば、その大きさは外城が全長およそ 4.4km、 内城がおよそ 0.5km もあったという。より正確に都と城の全体を確認し、その規模を測定する方法がある。軍事衛星写真である。旧永の都と城は衛星写真にもはっきりと写っていた。はるか昔、乱世の統一を夢見た旧永らしく、その都と城は非武装地帯の南北を網羅していた。大きさは外城 12.5km、 内城 7.7km に及んだ。正確な都と城の様子は発掘しなければわからない。しかし旧永の都と城は非武装地帯の中にあり、今は近づくことすらかなわない。しかし遥か10世紀にこの地では華麗な歴史が展開していた。巨大な帝国の首都が確かにここにあったのだ。旧永は乱世を制して北方に攻め入り、一大国家を築こうと野心を抱いていた。そのため朝鮮半島の中央に位置するチョルウォン平野に都と城を建てたのだ。300万坪に及ぶ都には旧永を中心として1000個の民がいたと推定されている。日本の植民地時代でもチョルウォン平野にはその痕跡が残っていた。1910年代にある日本の学者が撮影した石灯籠などは台風国の栄光を物語っている。しかし今その栄光の地には雑草が伸び放題で土くれが残るばかり。その中央には軍事分界線がある。南北が統一した時、乱世の統一を夢見て志半ばに倒れた旧永の都と城もその姿を表すに違いない。北朝鮮の一帯を一目で見渡せる南方限界線の前、宣伝放送の音が生々しく聞こえてくる。その山裾に村が見える。ここは民間人統制区域にあり、他の村に比べ一見豊かに見える。しかしこの村を開いた彼らの思いは別の土地にある。彼らが思いを抱く故郷は非武装地帯の中にある。
かつてここには豊かな村があったが、朝鮮戦争が勃発した後、この地は戦場と化し、彼らは強制的に移住させられた。彼らは一から新しい村を開墾しながら、50年間故郷へ帰る日を夢見てきた。春あちみぬあぐにつみがわがじゅう、むちょこなおれんばらめ、きやんたなおだ、なおだがとまじゅうんごとるまなよ。あぐのぐ、けどらぐ、ちょっちょにでにか、くせえとむるなおだが、まじゅうんさらにまなよ。うりんぐぐる、ぽみんそ、ちゅうぬむるなおさなわすにか。くるけちみてらっしゃよ。待っていれば、いつかは帰れると思っていた。しかし今なお希望は見えてこない。年を取れば取るほど募る故郷への思いに彼らは胸を焦がしている。干ばつ、洪水など自然の猛威に加え、政情にも翻弄されながら荒れ地を開墾した老人たち。だが他の農村と同様に、若者はこの地を去っていくという。故郷への特別な思いは今の若い連中にはわからないだろうと老人は愚痴をこぼした。故郷へ帰る日をさらにどれだけの間待たなければならないのだろうか。朝鮮戦争の勃発前、現在の非武装地帯には約80万人もの人々が暮らしていた。しかし38度線は彼ら全員の故郷を奪い去ったのである。だが最も大きな悲劇は、戦争で引き裂かれた約1000万人の離散家族だ。지금도아버님보다는아빠가더입에배지않으셨을까싶기도하고요그시절에는아빠란명칭을안썼습니다예그시절에는그냥아버지를하고좀아무래도옮겨가시고그래도첫딸이돼서참이뻐해주시고자상하셨어요네너무긴세월을이렇게지나고만나니까좀억울하고그래요머리가많이세이셨죠네그래도건강한모습보니까좋아요오래사시다가내다음차례가돌아올때그리고지금기억력이너무좋으시네요네북의어머님은어떻게83년도돌아가셨다고그러네요지금따님얼굴에서그부인의모습을좀읽으실수있어요어떤모습이그렇게닮았어요누나하고코있는데그제애미모습이었어요누나하고코는제애미의모습보고싶은건난너무많이아버지어머니물어보려고했는데그렇게면劉尹者さんは初等学校4年の時に戦争で生き別れとなった父親に還暦を迎えてやっと再会できた。今もその時のことを思い出すと涙がこみ上げてくるという。もうかなりの年ですから、宮には鼻が出てお肉を食べさせてあげたら、ああ、お前に食べさせてもらえたんだから思い残すことはない。せめてわがままを言えば、早く南北が統一して余生をお前と過ごせたらなと父は言っていました。もう胸が詰まってしまって、あんまり私が悲しげにしているから、これを見て慰めにしろと。ご主人が作ってくれた書棚には、父の貴重な足跡がきちんと整理されてある。父劉ヨルさんは韓国で初めてハングル辞典を編纂した国語学者だ。父親からもらった写真。父親の思い出ならば、どんなものでも大切に思うという劉尹者さん。父が残していった思い出の一つ一つで、失われた50年の歳月を忘れようと。
朝鮮戦争の勃発直後、両親はリュ・インジャさんだけを実家に残し、弟たちを連れて北に行った。両親のことを思うと死ぬほど胸が痛んだ。看護学校に進学するときや就職のときに身元照会があるんですが、その度に問題が生じるんです。どうしてかと尋ねると、父親が北にいると、そんな答えが返ってくるんです。それで父は北で生きているんだと思いました。それからは神様にお祈りするときに、いつも生きているうちに父に会わせてくださいと祈りました。そのおかげでこうして本当に会うことができて。別れの瞬間は歳月の重みゆえにさらに苦痛だった。今は少し落ち着いてきましたが、初めは本当にいても立ってもいられませんでした。それでも彼女には一つの救いがあった。それは父親が名付けてくれた孫娘の名前だ。大切な名前をもらい、すくすくと育つ孫娘を見るたびに、リュさんは父親を思い出す。再会できない人も多いわけですから、これ以上望めば欲が深いと思われるかと思い、いつもは口にしませんが、本当は自由に手紙を交換し、南北を行き来できればどんなに良いかといつも思っています。しかし、十数年ぶりに子供と再会してきた両親の心情は、懐かしさだけでは語ることはできない。常に罪の意識を持って生きてきた。例えばここで何か悪いことをして警察に捕まったかのような、お前は泥棒なんだ、いや俺は人殺しなんだ、そんな風にいつも考えてきたんだ。俺は人殺しだ、俺は人殺しだ。2000年8月、イ・シンヘン氏と夫人は朝鮮戦争で生き別れ、北に住む子供たちと再会するのを待ち望みながら、何日もかけてお土産を買い揃えた。しかし、北には夫婦それぞれの子供がおり、夫には数十年待ち続けた実の妻がいた。他に何が言えますか？ごめんなさいとしか。本当に罪なことをしてしまった。そのことしか考えられないでしょ。8歳の息子を置いてきたんだから。わかりませんよ。何も言うことなんかありませんよ。一人で苦労してきたというわけですよ。生きて会えたんだからよかったでしょ。生きて会えたんだから。李さんの責任は彼らにはない。朝鮮戦争が勃発すると、イ・シンヘン氏は妻と子供を残し軍隊に行かねばならなかった。ところがある日突然、南北が分断されたのである。一方、夫人は戦争中、家の様子を見にソウルに戻り、そのまま帰れなくなった。20年待ったが希望はなかった。同じ境遇の2人は40代後半で出会い結婚した。これ以上子供を作るなんてできません。北にいる子供たちの面倒を見られないこともなんだか申し訳なくて。北に残してきた子供たちのことを思い、新たな子供を設けず寂しい老後を送る二人。子供たちにとっては贈り物も意味があるが、還暦を過ぎてしまえばそんなものは必要ない。
孫たち。孫たちにせめてもの贈り物をすることができれば、もう思い残すことはない。ところが、離散家族の再会がさらなる苦痛を生み出す、そういう人もいる。今年77歳のイー・モンソプ氏。彼はこの時、北で夫人と子供たちに会ってきた。あまりにも長い歳月だった。それでも彼は故郷に残した妻子を思い、新たな家庭を築くことはなかった。それだけ家族への思いは切実だった。しかし北に住む家族には歓迎されず、再び別れなければならなかったのだ。イーモンソプ氏にとって家族との再会はあまりにも短く、新たに大きな苦痛が生じるだけだった。しかし分断の現実はさらにより多くの悲劇を求めている。本当に知らなかったんだ。チャン・ムファン氏は生きていながら自分自身の墓があるという想像を絶する人生を送ってきた。チャン・ムファン氏は家族のもとに帰るまで47年という長い歳月を要した。53年7月13日の戦闘で捕虜になった。クムファーの戦闘で彼は23歳で朝鮮戦争に行ったのだが、運命と言うべきか、休戦1週間前にあった中国軍の最後の猛攻で北の捕虜となった。今日はどうして戦わないんだと聞くと、停戦になりましたという答えが返ってきたんだ。捕虜になった後で負傷して病院にいた時に聞いたんだ。するともう戦争は終わったというじゃないか。休戦直後の8月5日から1ヶ月間南北の捕虜交換が行われた。北は韓国軍と国連軍合わせて1万3000人ほどの捕虜を送ってきた。韓国と国連軍は8万人以上の捕虜を北に送った。しかしチャンムファン氏は捕虜交換を全く知らなかったという。停戦は知っていたが捕虜交換はずっと知らずにいた。だがある日、北の炭鉱で働いているとある男から、お前は韓国軍の捕虜なのになぜ帰らないのかと聞かれた。どういうことかと尋ねたら、捕虜交換があって反問店から来たというじゃないか。続けて聞くと、捕虜交換はもう終わったという話だった。私はまた捕虜交換があるとばかり思っていた。私だけではなく数百人が残っていたから。ハムギョンプクド、私がいたところには4個中隊いたんだ。国連軍が暫定的に集計した韓国軍捕虜は8万8000人ほど。しかし捕虜交換で北が送ってきた捕虜は約8000人。9割以上の捕虜が生還できなかった。チャン・ムファン氏や捕虜が連れられたのは朝鮮半島最北端のハンギョンプクト。ここで彼は約40年もの間炭鉱で強制労働を強いられた。
北は自分たちにも捕虜がいたのに、世間に隠れて我々を強制労働させようとしていたらしい。故郷に残してきた妻子と再会できるとは夢にも思わなかった。だが1998年、突然家族がチャン・ムファン氏を探しているという噂が届いた。親戚が私を探したが見つからず、そのまま帰ったんだが、それでも待っていると聞いて中国へ逃げたんだ。運が良ければ生きて帰れると思って国境の川を越えたんだ。とても良い知らせがあるんだけど、驚かないでねと言われたんです。何かと聞くと、主人が中国で生きているというじゃないですか。信じられませんでした。生きているとは思いもよりませんでしたから。1998年9月、チャンムファン氏は祖国韓国に戻ってきた。47年ぶりの帰国だった。장병장무관은1998년10월20일로면역을명받았습니다이에신고합니다백골고생많이하십니다감사합니다23歳の若さで入隊した彼は、70歳を過ぎてやっと正式の除隊命令を受け取った。父が故郷に帰ってきたことで、夫人と息子は数十年ぶりに失われた幸福を取り戻した。撮影スタッフが、息子さんは父親にですねと尋ねると、私に似ているという人もいると答える夫人。二人の息子は会ってすぐに父と分かったという微笑ましい家族の情景だ。ずっと妻は私のことを忘れずにいたんだと感じました。40年以上も夫の生還を待ち続けた夫人。チャンムファン氏は残された年月でその埋め合わせをしたいという。しかし一方で胸の片隅が痛む。北にも妻と子供がいるのだ。もう時間がない。体も丈夫ではないし、年も年だから。長生きすれば会えるかもしれないが、来年にでも南北が統一すれば会えるだろうけど。1994年、43年ぶりに生還し、韓国軍捕虜に関する社会的な関心を呼んだチョ・チャンホ氏。当時韓国軍の将校で、かつ拘留中に北から脱出しようとしたので、極めて過酷な捕虜生活を送った。監獄で13年、炭鉱で15年を過ごした。このように言う人もいます。飢えが一番つらかったと。もちろん腹が減るのはつらいことでした。しかし私にとって一番苦しかったのは、軍の将校でありながら侮辱された時でした。それが私の生涯で一番つらい時だったと思います。丸裸にされて、囚人全員が監視の前を通らされるその瞬間、私は人間としての侮蔑に苛まれ、到底ありえない横暴であると。彼は軍の将校として堂々と生きようと望んだ。命を懸けた脱出の末、彼は無事生還し、名誉を回復した。その代わり、彼の胸の片隅には常に痛みが残った。彼は北に3人の子供を残してきた。子供たちは捕虜ではありません。しかし彼らは、韓国軍の捕虜が北の社会で何を指すかもしれません。出身成分は捕虜の息子です。
그럼 자제분들은 오시기 전에 뭘 하고 있어요? 광산에서 있었어요. 단골에 있어요. 예. 娘も炭鉱にいます。もちろん男女お構いなしです。罪を問われやがて炭鉱に送られる身となることを承知しながら3人の子供は父の脱出を助けた。私をソウルに送るんだという一心で動いていました。今でもそう思います。子供たちを誇りに思うと、南北が統一されれば子供たちに会いたいと思っています。それがおそらく生涯最後の願いでしょう。北では捕虜として長い交流生活を過ごし、ここ韓国では離散家族としての痛みに耐えねばならない。その苦しみが終わるのはいつの日になるのだろうか。2000年6月、南北関係に一筋の光明が生じた。休戦47年目にして首脳会談が実現したのだ。南北が合意した最も具体的な計画、南北が共同で38度線を縦断する鉄道京畿線を連結する工事を始めたのだ。京畿線の連結工事、それを誰よりも喜んだ人がいる。南北の分断前、京畿線を最後の日まで運転していた機関士ハン・ジュンギ氏。当時は乗客がたくさんいました。というのも一般の交通手段、バスのようなものがその頃はなかったからです。汽車だけでしたから。1時間に1本だったので乗客はたくさんいました。ハン・ジュンギ氏は1946年に京畿線の機関士となった。もともと京畿線は北朝鮮の新州まで運行していたが、すでにその頃には南北に分断され2つの異なる体制が樹立。そのため運行は半門店にほど近いケソンまでだった。最後の運行は1950年12月31日。汽車の屋根にまで戦火を避難する人々が溢れていた。一番心を痛めたのは屋根の上にいた乗客、下からの避難民が貨車の上から落ちて、貨物が走っているのに落ちてしまい、たくさん亡くなってしまったことです。貨物列車の屋根の上から前の列車から落ちた人、私が運転する列車から落ちた人、もう数えきれません。それが見ていられなくて。ハン・ジュンギ氏が駅に残してきた京畿線の汽車は今も非武装地帯にそのまま残っている。国連軍の名のもと朝鮮戦争に武力介入した米軍は敵の進路を断つため、ここチャンダンで汽車を破壊し路線を閉鎖した。38度線を越え京畿線が南北を縦断すること、それはここ朝鮮半島に暮らす全ての人々の願いでもある。非武装地帯のすぐ南にある寅山駅まで京畿線は運行している。平日にもかかわらず数多くの人がここを訪れる。一日に最高で600人、週末にはもっと多くの人が来ます。平日でも午後の列車は大体300人、午前は150人から200人。ここを訪れる人の大半は年配者だ。案内する兵士を捕まえてはあれこれと質問する。
その熱気はただごとではない。競技戦の連結には南北の和解を望む多くの人々の誠意が込められている。1万3000人に及ぶ人々が進んで工事費を寄付した。その願い通りに京味線は朝鮮半島の緊張を緩和し、光明をもたらしてくれるのだろうか。 EU 圏が統合していくプロセスを見ると、鉄道が大きな役割を果たしていることがわかります。列車に乗っていれば国境という概念はわからないでしょう。全てが連結してしまうんです。南北も同じです。鉄道がシステマチックに運営されれば、汽車に乗っている限り北か南かを認識するのは難しくなり、朝鮮半島と京味線の運命は密接に絡み合っている。南北が分断された時、京味線も切断された。しかし鉄道は国境という概念を覆す通路だ。京味線が連結した瞬間、南北の分断という概念も緩和されるに違いない。そればかりか京味線はロシア、中国、さらにはヨーロッパと直接結びつく可能性を秘めているのだ。韓国に住む人々は島国の人間ではありません。気質自体がそうです。けれど分断ゆえに島に住んでいるのと同じです。しかしその有り余ったエネルギーが爆発しようとしているかに思えます。だから国際的な港や空港を作ったのです。力を外へ放出しなければならない時期なんです。ずっと家にこもっているわけにはいきません。そんな時期が来たんです。それが京味線の連結となったんでしょう。京味線の連結には南北関係の変化とともに世界的な物流の中心地として成長しようとする野心が込められている。京味線が連結すれば朝鮮半島はユーラシア大陸の出発駅で終着駅となるのである。ベラルーシ共和国まで行く場合、鉄道なら16日、物流費用は1300ドルとなる。船の場合は時間も費用もはるかに多くかかる。今後海上の輸送コストは少しずつ上昇していきます。またロシアの場合、鉄道のコストを下げる方向に動いています。未来の競争力は十分にあると思われます。釜山から海沿いに1時間ほど走ると巨大な工事現場が目の前に現れる。7兆5000億ウォンもの予算を投じた壮大なプロジェクト。それは釜山の新港湾建設工事だ。同時に30隻、そうです、12隻13隻5隻となって5万トン級、同時に30隻ここに横付けする。埠頭の先端だけで300メートル。工事が終わるのは2011年だが、2006年にはまず3隻が横付けできるようにして。なぜ急ぐのかというと、上海で港を広げているからだ。そうなると外国から来た船がそちらに行ってしまう。だからその前に早く開港して。新港湾を急いでいる理由は、釜山港が今直面している熾烈な国際間の競争にある。釜山港は国際港としての条件を全て備えている。水深が深く、小さな船でコンテナを他の港に移送する設備も整っている。価格競争力もある。2000年、釜
産鋼は台湾を追い越し、シンガポール、香港に続く世界第3位の国際鋼となった。ところが現在、上海鋼が急成長し、釜山鋼に肉薄している。しかし、共栄線が連結されれば状況は一変する。共栄線が連結すれば、韓国の物流はユーラシア大陸とつながり、ロシアと中国、そしてヨーロッパまで網羅し、大きく発展するはずです。そうなれば、釜山港は現在の国際港としての機能にまるで両翼がついたように飛躍するでしょう。これを機に、朝鮮半島がアジア諸国の中心地として抜きんでた存在になることも可能だ。共栄線が中国、ロシア、日本、アメリカという世界の巨大市場を結ぶ通路となるからだ。ある資料では2005年頃、共栄線の物流量はコンテナだけでも160万トンを超えると推定している。一般の物流を含めればそれ以上だ。それによって南北合わせて年間2億4850万ドルという収益が期待できるという。これからは冷静に国家戦略を打ち立てる必要があります。これまでは分かりませんが、今後は国家戦略なしに競争を勝ち抜くのは難しくなります。そう考えて我々の環境を見直すと、今西側諸国が支配している巨大な物流に注目する必要があります。それを我々が抑えれば大成功でしょう。南北を行き交い、分断の緊張を緩和するのに加え、朝鮮半島をアジアの中心地として成長させる可能性を秘めた共栄線。期待は膨らむ。共栄線の連結、それは目先の利益を超えて未来を切り開くための課題なのだ。しかし、韓国は寅山駅までは連結したが、北は1年半以上工事を中断している。北が工事を中断している理由は正確には把握していません。ただ北の内部事情、あるいは国内の調整などさまざまな理由で遅れているのではと判断しています。寅山駅より先は非武装地帯。これより先を連結するには安全を保障する合意文書が必要だ。そのため韓国は2キロメートル、北は12キロメートルの区間を連結できずにいる。韓国側の残り2キロメートルについては半年もあれば十分だと思います。地雷除去とか、北も一旦取り掛かれば、まあこちらとは進め方が違いますが、とはいえ長いこと時間がかかるのは良くないので、政治上の解決を急がなければならないのでは、今はそのように見ています。同じ民族同士の戦争という悲劇から生まれ、今なお朝鮮半島を南北に分断する38度線。南北合わせて約180万人の兵力が対峙し、途切れなく続く鉄柵。しかし、朝鮮戦争の停戦協定から50年、この冷え切った大地に暖かな風と熱い吹雪をもたらさねばならない時が来た。38度線と非武装地帯、そこは無限の夢と可能性を秘めた我々自身の故郷だからだ。